さんこんにちは、さちです。はい、今日はいろいろ考えて短くちゃっちゃと楽しく、はい、動画をお送りいたします。ちょっとこの前長かったんで、ということで早速今日はお絵かきコーナーから始めます。というか、まあ、今日やりたいことは、お絵かきコーナーと、あとお知らせを、ちょっと週末に向けてのお知らせが2つ皆さんにあるので、で、絵描きコーナーいきまりやりますとか何とか思うでしょ。でもちょっとね、ダラダラするのも良くないので、お絵描きしながら始めたいと思います。はい、ではこっち違った、このペンは違う、ダラダラし始めた。はい、じゃなくて、はい、描けるの見えるかなということで、はい、なぜいきなりお絵描きコーナーみたいな思いますよね。ですね、私ブログの方でちょっとこういろいろ自分のなんか思いとかを、なんか自分の好きなアニメとかなんかそういうのから持ってきてお話ししたりとかするじゃないですか。で、そのね、自分の好きなアニメとかの話がね、若干みたいな、いやじゃなくて、悪い意味じゃなくて、ちょっと古くないかなみたいな、あれ最近の作品の話そういえばしてないなとかって思って、なんかあれ、これって私すごくなんか最近の作品全く知らないというか見てない人みたいになっちゃってないとかってブログ書いてて思ったりしたんですね。で、昔の作品というか、今ね、なんか連載してなかったりとか放送してない作品ももちろん大好きなんですけど、もちろん今のね、今人気がある作品も大好きなんで、こう両方好きだよっていうことをお伝えしたいなって思って、ちょっとなんかこうで、あと皆さんとこうなんか楽しめる、動画自体も楽しめるものにしたいなっていう気持ちもあったので、なんかちょっとこうお絵かきコーナーみたいなのできたら、なんかお話ししながらも皆さん見ながら少し楽しんでもらえたりするかなって思ったんですね。で、ちょっとなんか、まあ試しにじゃないんですけど、なんかこうやってみたらどうかなと思いまして、ただね、私ね、普段ずっとオリジナルばっかり描いてるんで、あんまりこう、なんだろうな、アニメとか漫画とか放送してるものの作品とか描いたりしないので、こうやって描くのが全部一発描きというか、今まで描いたことがない作品描くことになっちゃうんで、若干ね、うまく描けるかすごい、若干どころかすごい心配なんですけど、似てなかったら許してね。似てなかったら許して、私の中の気持ちの中で生きてるキャラクターたちということで、はい。で、今回はですね、私の好きなというか、まあ好きっていうのもちろん好きなんですけど、好きなのもありつつ、なんだろうな、自分に似てるなっていう意味でこの子をチョイスしました。さて、もう分かると思うんですよね。結構最近のアニメ見てる方は多分絶対分かると思うんですけど、分かるよね、ここまで来たら。花札耳ね、花札を耳につけてる子ってもうこの子くらいしかいないじゃないですか、アニメの中の作品で。結構斬新ですよ、面白いですよね。他にいるのかな、花札耳につけてる人って。なんかこう最近あんまりなかったですよね、こういう罠。あー、しまった、こっち逆じゃない、黒じゃなくない、これ。失敗、許して。普段描かないから許して。皆さんすいません、これ目、ここ白だよ、ここ白だよね。じゃあ、サチフってことにしてもらっていいですか、今回は。失敗した、ちょっと残念だな、これやだ、ごめんなさい。もうね、許して、ちょっと許して、あー、じゃあもう許して、本当に、はい、なんかすいません、失敗したよ、がっかり、こんな感じ、ちゃちゃちゃ、ここ白目じゃなかった。なんかいつも自分ここ黒目描いてるんですよ、この目の中って。だからいつもの癖が出てしまった、すっごくがっかし、許してください、炭治郎ファンの皆さん。はい、そういうことなんです。今日は
鬼滅の刃の炭治郎くんをお絵かきしてます。いや、ほんとごめんなさい。あのね、普段から炭治郎めっちゃ描いてる人とかに怒られますよね。そこ黒じゃないんですけどみたいな、ちゃんと見てとか、ちゃんと研究してからにしてくんないって言われちゃいそう。ごめんなさい、本当にね。こんな感じかな。いや、ほんと申し訳ないです。炭治郎くんにごめんなさいだし、作家さんに、作者さん、クリエイターさんたちにも申し訳ないし、好きな人でいつも書いてる人にもいろんな人にごめんなさい。ここ違うよね、ここ白目なんだよね、本当はね。知ってます、すいません。あ、ごめんなさい、なんか違う人になっちゃったね。じゃあオリジナル炭治郎ってことでオリジナル炭治郎ってことで許してください。うわー、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、出来上がり。はい、あの私が描くとこうなります。中が黒みたいな中黒みたいな、はい、そんな感じ。でもあれですよね、もともとこう筆ペンが似合う作画というか、よくあの 和を演出してあるから筆ペン似合いますね。私あんまり使わないんですけど、筆ペンがあの使いやすい 作品のデザインというか、キャラクターデザインになっててすごく描きやすいです。そういう意味では、あのそういう筆ペンが使いやすいって意味で書きやすいです。ここ黒にしとこうかな。こうしたらもうちょっと炭治郎っぽさが、なんだ炭治郎っぽさって、いや炭治郎っぽさってありますよね、炭治郎っぽさが。はい、じゃーん、出来上がり。なんか幼い、まあいっかね、炭治郎くん若いし若いもんねということで、はい、今日のお絵かきコーナーは炭治郎くんでした。はい、でさて次のコーナーということで、新作が完成しました。で、新作を完成するごとにちょっと皆さんにこう、なんていうのかな、日頃のこう応援していただける気持ちとか、そういう、なんだろうな、いろんな感謝の気持ちを込めてじゃないんですけど、本当になんかもうこう優しくこう、なんだろうな、応援する気持ちもいただきますし、もっともっと作品が広がるようにって協力してくださる方もいますし、そういう方々から本当にエネルギーをもらってるんで、感謝の気持ちを込めて何か皆さんに楽しんでもらえることができないかなって思いまして、で、プレゼント企画を考えました。はい、じゃじゃん、じゃ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 ん、はい、こんな感じ。これ新作のポストカードなんですけど、はい、ポストカードを、LINE 公式の方に登録してもらった方に、抽選でこうミニゲームをやってもらって、そのミニゲームで、当たった方に1名様に毎回ポストカードをあげるというか、プレゼントする企画できたらいいなって思って、楽しいかなって、なんかちょっと楽しいかなって、もうなんかこうコミュニケーション取れてる感もあるし、ミニゲームってこともあるし、あのなんかちょっと楽しんでいただけるかなって思って企画しました。はい、まだ詳細ちょっとウェブの方に上げてないんですけど、これから上げる予定なので、よかったらあのチェックこまめにしてください。 LINE 公式の私の LINE のアカウントの方登録していただくと、そのゲームに参加していただけるみたいな形にしようと思ってます。で、そこからそのゲームでまあちょっと遊んでいただいて、その中から抽選で1名様、はい、新作できるごとにポストカードプレゼントできればいいかなって思って、なので、はい、ぜひあの LINE 公式アカウントの方ちょっと登録してみてください。はい、そんなにうざくこうバンバン情報流さないようにはこっちしますんで、1週間に1回程度に情報流すぐらいのほど良い感覚であの流していくんで、そんなにうざったくはないと思うんで、はい、あの逆にこう皆さんに楽しんでもらえるようにしていきたいなと思ってるんで、あのまあよかったらぜひぜひ登録してみてください。で、あともう一つお知らせが、今週末にあの前回書いたあの2点天使シリーズの作品 の、あの原画を販売しようかと思ってます。相変わらずまたヤフオクの方で販売しようと思ってますんで、あのよかったら今週の日曜日頃出品予定です。よかったらあのそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。で、あとそうですね、あのまだお知らせってほどあの具体的に進んではいないんですけど、あの海外の方からあのグッズ
通が欲しいっていうご意見をちょっとちらほらこうメッセージでよくいただきまして最近なので、グッズも作って、あの日本からも海外からも買えるようにしていきたいなって思ってます。あのなんか海外の方はこれここにこう絵が入った T シャツが欲しいみたいですよ日本はね、日本では着れないしどうしたらいいのかみたいになっちゃうと思うんで、日本の方向けにはポストカードとかかなと思ってるんですけど、何かこう欲しいグッズとかこういうのがあったらいいなっていうのがあったらちょっとコメントとかメッセージもらえると嬉しいです。海外の方向けには T シャツいいかなって思ってます。はい、そんな感じです。お知らせは2つほどということで、まあ、あの今回は炭治郎くんを描いて遊んだのと、はい、であとは LINE 公式アカウントの方よかったら登録してみてください。はい、であとヤフオク出品します。ってことで皆さん今日はここまで、また遊ぼうね、バイバーイ。